ダーウィン賞、愚かな行為により死亡する、もしくは生殖能力をなくすことによって自らの劣った遺伝子を抹消し人類の進化に貢献した人に贈られる賞。受賞資格 1. 子孫を残さないこと。事故が原因で死亡したかまたは生殖能力を失ったものであること。ただしその前に子孫を残していた場合は受賞の対象にはならない。 2. 優れていること。驚くべき愚行。3. 自ら自然淘汰を行うこと。自らが死の原因。 4. 正常であること。明確な判断が可能。 5. 真実であること。真実であることが証明されなければならない。1994年アメリカ。商品を盗もうと自動販売機の上に乗ったが機械が倒れその下敷きになって死亡。1995年アメリカ。乗用車にジャトーを装着して高速道路を走行したところ車が離陸し高さ約38メートルの崖の壁面に激突。かっこ都市伝説扱い。1996年ポーランド。男らしさを誇示しようとチェーンソーで自らの首を切断。1997年アメリカ。女にを切断されたと主張していたが実は自分で切断していた男かっこ生存。1998年アルゼンチン。口喧嘩の末に8階の自宅バルコニーから投げ落とした妻が電線に引っかかっているのを見て追撃のためか救出のためか自らも飛び降りそのまま地面に激突して死亡した夫。妻は近くのバルコニーから救出された。1999年1イスラエル。夏時間と通常時間を取り違えて時限爆弾を設定し運搬中に爆死した3人のパレスチナ人テロリスト。1999年2アメリカ。シャチと泳ごうと夜中に水族館のプールに忍び込み水中に引きずり込まれ死亡。2000年1アメリカ。ベルトコンベヤ式の木材製造機が詰まったので電源を入れたまま直しに向かい解決した次の瞬間機械に巻き込まれて死亡。2000年2フィリピン。ハイジャックに失敗し手製のパラシュートを背に飛行機から脱出するも墜落し。2000年3オーストラリア。フォークリフトの安全講習ビデオを撮影の際速度の出しすぎとシートベルト未着用により投げ出されて死亡。2000年4アメリカ。飼い犬の脱走防止のため庭を囲う形で120ボルトの電流が流れる電気柵を自作。その付近でトマトを栽培し収穫しようと手を伸ばした際に誤って柵に触れ感電し。2000年5アメリカ。自分が虐待していた同性相手の10歳の息子に包丁を持たせ「俺が憎いなら刺してみろ」と挑発し一度包丁を置いた息子にそれを再び持たせてなおも挑発した結果ついに刺殺された男。救急センターで発した最後の言葉は「ガキがこんなことをするなんて信じられるか」だった。2001年1アメリカ。非常に急いでいたので走行中の電車を弾き飛ばそうと踏切に突っ込み反対に弾き飛ばされ死んだドライバー。2001年2ガーナ。呪術的なローションを2週間使用した後不死身になったことを確認するため友人に自らを撃たせ死亡。2001年3アメリカ。アスファルト溶液のタンク内で明かりのためガストーチを使用し引火して爆死。2001年4メキシコ。洞窟で天井から生えている巨大なクリスタルを盗掘しようとしたが真下に立っていたため落ちてきたクリスタルの下敷きになり死亡した男。2001年5アメリカ。山道を車で走行中にブレーキが効かなくなり同乗者8人に何も告げず車から脱出し頭を強打して死亡した運転手。なお車は残された同乗者の操作によりすぐに停止したため同乗者に怪我人は出ず。2005年1クロアチア。手榴弾を重りに用いた煙突掃除の器具を製作中爆発して死亡。2005年にベトナム、偶然発見した古い雷管が起爆しないことを証明するため、これを口に加えた上で友人に電線をつながせたところ爆発して死亡。2005年3、スイス。陸軍の中尉が自身の隊員に九州訓練を行うことを個人的に思い立ち、銃剣を手に隊員を襲撃するも、驚いた隊員に射殺される。2007年、アメリカ。1.5 リットルのシリー酒を使って自ら缶調を行い、アルコールの過剰摂取で中毒死したアルコール依存症の男。2008年、ブラジル。トラック運転手向けの霊的な休憩所を作る資金を集めようと、デッキチェアに1000個の風船を取り付けて飛び立ったが、遺体となって発見された神父。一度会場から救助要請があるも、彼は所持していた GPS の使い方を知らず、レスキュー隊は場所を特定できなかった。2009年、ベルギー。銀行の ATM を破壊しようとダイナマイトを使用し、建物の崩落に巻き込まれて死亡した窃盗犯2人。事件当時、建物には他には誰もいなかった。2010年、韓国。エレベーターに入る直前で扉が閉まったことに腹を立てた男性が、電動車椅子で扉に3度体当たりし、扉を破壊してそのまま昇降路へ落下し死亡。2011年、アメリカ。オートバイのヘルメット着用義務化に抗議するため、ヘルメットなしで走行して事故を起こし、頭を打って死亡。2012年、アメリカ。ボトルの中の液体を酒だと思って飲んだらガソリンだったため、慌てて吐き出し、服がガソリンまみれになった。口直しのためにタバコに火をつけようとして引火し、焼死。2013年、アメリカ。酔っ払いが鉢植えに登って遊んでいたところ、エレベーターが行ってしまったため、扉をこじ開け、ケーブルを掴んで降りようとしたところ、そのまま落下して死亡。2014年1、イギリス。コックリングが取れなくなり、を失う。病院に行くまで3日間うっ血した状態で過ごし、しかもチタン製だったため、病院でもなかなか切除できなかった。かっこ生存。2014年2、オランダ。サッカー観戦後のファンがごった返す駅にて、2人の熱狂的サッカーファンの男性が度胸試しを行った。1人は列車が自分の上をスルーするようにとレールの真ん中に寝そべり、もう1人は列車にギリギリ引かれない程度のレールの近くに寝そべったが、列車は2人が思ったより幅が広くて床が低かったため、結局2人とも溺死した。かっこダブル受賞。2016年1、アメリカ。シートベルトとズボンを着用せずに車を運転していた男。運転中にポルノ映画を見ながら G を行っていたため、車はカーブで横転し、彼は車外に放り出されて死亡した。2016年2、アメリカ。走行中のバンの屋根にマットレスを敷いて寝ていた女。マットレスが車に固定されておらず、バンが縁石に乗り上げた際にずれ落ちて死亡。運転者は無免許だった。2017年、メキシコ。滑走路上で自撮りをしていた2人の若い女。着陸する小型機に気づかずにいたため、その翼に頭を強く打たれて死亡。かっこダブル受賞。2018年、インド。先住民族の島に立ち入り殺害された自称冒険家の男性。彼はこの島に6万歳の人物がいると信じており、地元の漁師に賄賂を支払って上陸を試みるも、矢を追いかけられるなどして殺害された。この島の民族は外部との接触を固く拒んでおり、これまでにも上陸して殺害された犠牲者が出ていたため、インド政府も一切干渉しない方針を取るほどの危険な民族だった。2019年、アメリカ。自動車が通れないように跳ね上げられた状態の跳ね橋を助走をつけてた自動車に乗り込んで飛び越そうとしたが失敗し、車ごと川に落ちて溺死した2人の男性。以上、ご視聴ありがとうございました。